糸谷正俊氏は日本の造園系コンサルタントエンジニア。自筆の文章で段階の世代であると述べている。京都大学農学部卒業。造園設計事務所やシンクタイク勤務の後、1983年に総合計画機構を設立する。1990年の国際下と緑の博覧会では会場計画の一端を担った。2005年当時は、 総合計画機構代表取締役を務めていた。2007年に公園マネジメント研究所を設立し、代表となる。2012年に取締役を退任した、公園管理運営司会会長も務めた。都市防災公園に関わる一連の調査及び計画、設計技術の体系化により、平成19年度日本、造園学会賞技術部門を2009年に、 第31回日本公園緑地協会、北村賞をそれぞれ受賞している。著書に安全で安心できる地域づくりのための防災公園、防災公園技術ハンドブック、美しい景観、ちづくりに役立つ景観55事例、環境デザイン学、ランドスケープの保全と創造、市民参加時代の美しい緑のちづくりがある。ありがとうございます。